1974年日本一に輝いたメンバー、有藤さん、山崎さん、北るさん、村田兆治さん、勢ぞろいですが、さあ村田兆治さんの始球式です。22年間投げ続けて215勝、2363の三振を奪いました。得意球は何といってもフォークボールですが、今日はストレートでしょうね。ここはストレートでしょうね。さあパサカリ投法見てみましょう。グラブでもフォークボールっていう雰囲気ですか。キャッチャーには言ってるような。言ってるんですか。グラブは現役時代そのままのグラブを使っています。フォークか。今のボールどう見ましたか。いや、何を投げたかちょっと分からなかったですけどもね。まあでもね、この年でこの球、速い球を投げれるっていうのはやっぱすごいですね。自分が果たしてここで投げれるのかなっていうところですけど。